WM1106 がお届けするブンダーの映画ラジオにようこそ。この放送はリスナーの方からいただきましたリクエスト映画の話をするという放送です。それでは早速今日のリクエストをご紹介いたします。ラジオネーム路地には逃げ込むなさんからいただきましたリクエストです。これはこうね、悪者に追っかけられていくと大体こうなんか細い路地に逃げ込みがちなんですよね。でこう入り組んだ道をこうどんどん進んでいくと、まあ、大体こうめちゃくちゃ高い塀の行き止まりにぶち当たってしまって追い詰められてしまうんですね、まあ、そんなですねラジオネーム路地には逃げ込むなさんからいただきました今日のリクエスト映画はブリキの太鼓。ブンダーの映画ラジオ。まずは概要です。第一次大戦から第二次大戦終結までのポーランドを舞台に一人の少年の視点で激動の時代を綴った1979年の西ドイツ・フランス合作のヒューマンドラマ作品です。監督・脚本はホルカー・シュレンドルフ、そして出演がダービッド・ベネット、マリオ・アドルフ、そしてアンゲラ・ウィンクラーです。本作は第32回カンヌ国際映画祭において最高賞となるパルムドール受賞をはじめ第52回アカデミー賞においても外国語映画賞を受賞しています。個性的なキャラクターたちがたくさん登場したり主人公の少年に特殊能力があったりと一見ファンタジーっぽい作りでありながらナチスドイツによって崩壊させられていくポーランドの姿が克明に描かれている傑作です。続きましてあらすじです。母アグネス、父アルフレートの間に生まれたオスカル。彼は赤ん坊の頃から大人たちの言動を理解していて、冷めた目線で大人たちを観察していました。母アグネスはそのオスカルが生まれた時に、あなたが3歳になったらブリキの太鼓を買ってあげると告げ、その言葉通り3歳の誕生日にブリキの太鼓をプレゼントします。それからというもの、オスカーはその太鼓を肌身離さず叩き続けるんですね。そして、3歳になった時に自ら3歳で成長を止める決意をします。大人たちには事故に見せかけるために自分で階段から転落し頭を打ちつけるんですね。すると本当にオスカルは3歳の姿のまま年だけを重ねていくんですね。そしてもう一つ、オスカルには超音波を発してガラスを割るという特殊能力も持ち合わせていました。彼のそのどこか冷めた態度、そして癇癪を起こしてはグラスや窓を叩き割っていくオスカルに周囲の大人たちは戸惑い恐れすら抱いていきます。そんな彼らが暮らしているポーランドにドイツが侵攻してきて第二次大戦が勃発し、オスカルや大人たちの暮らしが大きく様変わりしていきます。このブリキの太鼓の鑑賞ポイントは3つです。まず1つ目が時代背景、そして2つ目が大問題作、最後3つ目が戦争の悲劇。まず1つ目が時代背景。この作品の舞台になっているのがドイツとポーランドの国境付近に位置するダンツィヒという都市なんですけども、この都市は場所が場所なだけあってドイツ人やポーランド人がたくさん暮らしていて、それが民族問題になっていました。日に日にその緊張状態が高まっていき、1939年にダンツィヒはドイツによって併合させられてしまいます。それにより人々の暮らしは大きく様変わりし、町は爆撃され、食糧難に陥り、多くの人々が命を落としていきます。この作品はそういったこう悲しい出来事の積み重ねが時代背景になっているんですね。そして2つ目が大問題作。この作品には目を疑うような問題のあるシーンがたくさん登場します。沸騰した鍋に生きたカエルを放り込んでそこにおしっこをして、でそれを無理やり飲ませる場面であったり、子役のダービッド・ベネント君が大人と性行為に及ぶような場面も散見されます。一応設定では体は子供なんだけど年齢はティーンエイジャーという、どこかの名探偵のような設定ではあるんですけども、演じてるのは純粋に子供ですからね。これは当時児童ポルノ問題にも発展したんだそうです。この
ダービット君の両親もこれよく出演を、OK したなっていうのもありますし、彼の行く末が心配になってしまうほどです。これにとどまらず、この作品には不快なシーンのオンパレードなんですね。見るには大きな覚悟が必要です。そして最後3つ目が戦争の悲劇。不快なシーンのオンパレードとは言いましたが、それと同時にオスカルの視点で描く戦争の悲劇も衝撃的です。そこに人間性や倫理などは存在せず、狂気によって人々の心が支配されていくのはもう見ていると恐ろしくなってきます。誰だって、一生懸命生きてきて、愛して愛されたくさんのことを経験してきたのに、あっけなく銃弾一発で人生を幕引きさせられてしまう悲劇、それらを反戦のメッセージに変えていること、そして先ほども申し上げた不快なシーンのオンパレードなんですけども、これも見方を変えると大いに考えさせられてしまう場面にもなるんですね。この映画が公開されたのが1979年なんですけども、現代になっても人間というのはさして大きく変わっていません。戦争だけではなく苦しんでいる人は大勢います。組織や国家単位だけではなく、個人一人一人がどう生きるべきか、何を考えてそれをどう行動に移すべきかを今一度考えさせてくれる傑作です。ラジオネーム路地には逃げ込むなさん、素晴らしい映画のリクエストありがとうございます。それでは次回もまた素敵な映画の話をいたしましょう。いや、映画が好きで本当によかった。